3分クッキングって今まで何分間クッキングしてますか？それでトントン、これびっくりするぐらいややこしい計算だったわ。縦型授業スタートントン。日々3分クッキングっていうのは BBC テレビ版と日本テレビ版2つがあるらしくて、 BBC の場合は1962年の12月3日から始まってて、日本テレビの場合は1963年1月21日から始まってるんだよ。で、これ驚くことに1969年の10月20日から放送時間が10分で実質7分の料理番組になったらしい。で、日本テレビも CBC テレビもそこから7分の料理をしてと仮定するわ。それで2022年の9月30日まで計算するわ。で、これ放送っていうのが1週間に日曜以外、つまり6回放送されてて、年末年始の5日間は休みらしいね。それを考慮した上で、CBC テレビだけでやってた期間っていうのが19日間で、年末年始を1回挟んでる。それで1963年の7月21日からは2つの番組で放送されてると仮定して、放送が10分になるまでに2464日あるってわかんねんな。で、ここは6年の間やから、年末年始は 6×5 回あったってこと。10分になってから2022年の9月30日までで、19,338 日あって、53年間やから 53×5 で年末年始が出ると。これを使って計算したいねんけど、3分間の放送の式がこういう風になって、7分間の放送の式はこういう風になると。ということで、この2つを足した分っていうのが、今までの3分クッキングの時間になると。つまり、キューピー3分クッキングっていうのは、キューピー 242,894 分クッキングってわかる。どこか計算ミスしてたらコメントで教えてください。いつもありがとう。